浩二さん、いつも応援ありがとうございます。浩二さんにね、励まされて、そして見ていただいて、私もね、エネルギー全開でございます。そして今回のね、ズーム対談のお申し出受けていただきまして、本当に嬉しく思います。できればね、この100名になるかならないか、もしくは100名をその時は超えてるかもしれない、このタイミングでね、私ズーム対談をさせていただきたいなと思っていたんですよ。いや、しかしですね、ここまで人気を出して、そして濃い関わりを持たれている人っていうのもなかなか浩二さんいないんじゃないかなと思います。これはね、新しい試みといいますか、ね、川原浩二さんと西成浩二さんっていう、なんか一人二役でこう真反対の性格みたいなね、にのが面白いですね、これがね、うん、こういうふうな演技力があるところもね、浩二さんの魅力ではないかなと思いますし、まあ、しかもね、喋り方がすごく面白いと思うんですよ。2つの言ってみれば人格をきちんと役者のように使い分けていらっしゃるところとか、あとは視聴者さんに配慮していらっしゃるところとかね。で、ここで100名まで来たということなんですけども、100名から1000名、今度は1000名になるとまた別のフェーズが広がってきますから、おそらく100名までのスタイルと100から1000までのスタイルってちょっと変わってくるのかなと思うんですよね。まあ、その辺も徐々に身につけていただいて、私も一緒に考えていきますんでね。そしてこの YouTube 放送がもっともっとこうお金につながっていく、そして YouTube を見ていらっしゃる方の問題解決もなるようなね、両方ともなんかいろんな問題が解決できるような、そんな育て方をしていきたいですね。はい、それでね、懲役太郎さんのカフェでしょ確か、うん、あそこ懲役太郎さんのね、動画ってもすごく面白いですよね。ためになることもいっぱいあるし、あ、そういう風な業界なんだって。私も少なからず広島市内にいて、麻雀店ほかパチンコスロットっていう店舗を経営してるときは、まあ、みかじめ料なるものをね、今でははっきり言えるんですけども支払ってたんですよ、ね、店舗の大きさによって、まあ、私の麻雀店は5万とかね、大きなパチンコとかするとスロットとかちょっと言えないんですけどもね、これはなかなかのもんでしたよね、うん、で、まあ、その辺も何と言いますかね、ちょっと言いにくいですね、この辺はね、みかじめ料とかってね、そうですね、うん、まあなかなか面白い話になると思いますけども、事前にですね、ある程度の、まあ、事前告知といいますか、こういうことのやり取りしますよっていうふうなことは送らさせていただきますんで、その中で、まあ、自由にトークするコーナーもございますん で私からの提案でちょっとこうした方がいいんじゃないかなっていうふうな、そういうふうなね、お考えがありましたら、それも調整しながらやっていきたいと思います。というところでね、21日の21時はいかがでしょうか。21日といえば、私は朝ね、資源回収、いわゆる廃品回収があって、そして、日々また同じように過ごしてですね、夕方、夜21時ぐらいから、うん、なかなかいい放送になるんじゃないかなと思います。日曜の夜といえば、皆さんね、月曜日からのことを思ってちょっと気持ちが、うん、沈んでるところに、この私たちのライブ放送がガンとあればですね、ちょっと日曜日の最後盛り上がって、明日月曜日の元気にするかみたいなところでいけると思いますんで、21日の21時でいかがでしょうか。浩二さんがそれでよろしかったら進めさせていただきたいと思います。設定してね、告知もさせていただきます。今日が13日なんで、1週間ぐらい告知がねできますんで、何人か来てくださると思います。すごくね、楽しみにしてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、私はね、ちょっとね、まあ、台本で話しましょうか。最近ね、本当にタイミングが来たなっていうふうに思うところと、自分がどこまで、うん、信頼していただけるんだろうか、県民にって思うところとかあって、ね、その件についてもその時に少し話させていただければなと思うんですよ。ただその頃にはもう私は一定の行動を起こしているかもしれないですね。もうかなりここら辺まで溺れそうです、その思いで。ちょっと何なのかってことはここでは言いませんけどね、一般公開動画なんで、うん、まあ何かはちょっと察してるところがあるんじゃないですか、浩二さんなら、うん、ということで今回は以上のような形でございます。21日の21時から、浩二さんと私でですね、テーマ何にしようかな、うん、100人乗っても大丈夫にしましょうかわかんないですけどね、ちょっとすみません、そういった形で21日よろしくお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。そして、ミスター M さんなりね、それから松本さんなりね、山根さんなり、いろんな方との関わり、 J さんもそうですけども、本当に大切にしていただいてありがとうございます。速稼塾はね、私にとって恩人であり家族なんですよ。私が作った速稼塾という、そういう風なね、コミュニティに私自身が学ばされ救われてきました。ですんで、これからもね、大切に育てていきたいと思いますし、速稼塾魂というものはね、皆さんのそれぞれの心にあると思いますけども、より強大な敵に向かっていくと、
ビビらない、日和らない、うん、そしてもうへしゃげないねそんな魂を燃やしていきたいと思います。それからね、最近思うんですけども、やっぱ男の子、男の魂をね、もうちょっと取り戻さないといけないなと。あんまりこれ言うとね、また男尊女卑だってことになるんですけども、そうじゃなくって、なんかね、あるじゃないですか、大和魂みたいなものが、ここにメラメラと燃えるものが、これはね、男女平等って言われても消えないものなんですよ。で、あのやっぱり女を守るために男はこう命を懸けるっていうのも、なんかそんなに男尊女卑でもなんでもないと思うんですけどもね、この辺もちょっとね、男気についてもお話ができればな、私はすごく楽しみにしております。では、いってらっしゃい。